チャンピオンシップじゃなくて、なんだっけ、あのやつ。あれに、いましたね、確か。シェムエヴァ火力強いです、強いですね、極限入ってても。アラビックヤマトさん、会話ね、やっぱり今の環境そこそこ戦えるんで、前回っていうか5月までだったらちょっと神田がきつかったんですけど、あ、そう、マスターズだ。きなこもちさん、こんばんは。今月初シズム、おっと、書店使ってくるか。どうするそれ。初めてなんじゃが。コンボスキルは、マゴマ1枚好きか。どうしようかな。コンボスキルでもやたらと食らいたくはないんですよね。まあ、でもちょっとやってみようかな、これ。HP 高いな、3枚いってんのか。今月初シズマに潜ったけど、アレスが強かったから、あと、お、ただいまさ、していくと。キノピノゲームズさんもこんばんは。いつもアナウンス。あ、風邪ひいちゃいました？マジか。この時期の風邪はちょっと、怖いですかね。さあ、何がしかの罠置かれた。シアンこれ書店に捨ててきたのか、それともっていう感じではありますね。まあでも、こっちに火炎の進行すると、シアンのコンボスキル結構使えるんで、それを見越してっていう可能性もありますけどね。まあでも、この打ち方行くか。さあ、レニアド発動。うわ、結構これ食らうな。ですね、無補正でも3枚いってるんで、これ相当神キャラクター多いですね。そこ来るか。さて、こっからどう打っていくか。ヤンドラ来ちゃったか。ちょっとリムタ捨てましょうか、これは。ただ、これだと、まあ、相手リムタどう取ってくるかだよな。もしかしたら B の4の可能性もあるんで、全然。オフィンフィン切りづれな。これ相手としては、あ、ですよね。E の1にいつでも置けるんで、E の1の、シアンコンボスキルがめちゃくちゃ強いんで、あ、いや、パーラ来ちゃったか。アンチヒールは取りましょうか。そうですね。アンチヒール置いて、でもロック打たれちゃうと、これタイミングずらされちゃうんで、もうこっちリムタ使っちゃいましたからね。ロックいる場合は、まあ E の位置にコンボ使いながらロックかな。うわ、マジ、なんだそのデッキは。なんですかそのデッキ。やめてほしいんじゃが。オッケー、まあパーラ打ってコンボスキル使えねえわ。またコンボスキルこれ使えねえわ。ちょっと待って、これオフィンフィンさ、これコンボスキル使えねえわ。こっち行くか。あ、でもこれそもそも飛ばせるか。これそもそもなんか裏の金で飛ばせそうですね。まさかのサブ天元でね、予想外すぎたわ。オッケー、サブ天元は草生えた。怖すぎ。どういうこと？